はい、山寺です。ね、久々ですわ。八福神さん来ております。ロンバ君とそれも、はい、ということで今から八福神さんに行ってみたいと思います。はい、八福神来ました。今からですね、角ハイボールを飲むんですけども、今話題の西成ステーキですね、これをちょっと食べたいと思います。1200円だそうですんでね、西成ステーキ、どんなもんか食べてみたいと思います。丸々ステーキとかいうのは結構ね、いろいろあるんですけど、西成ステーキっていうのはちょっと面白そうなんでね、食べたいと思います。まあ、まずはその前にちょっとハイボールで、あの喉を潤しますよ。こちらでございます。うまいですね。今日はね、火曜日ですよ。平日なんですけども、八福神さん今ね、夜のね、何時や、8時前ですけど、めっちゃいっぱい、めっちゃ混んでますよ。すごいな、平日なのにもう大盛況ですわ。ちょっとね、西成ステーキ1200円ですけども、楽しみです。うまい。もう今日ね、私これ何軒目や、4軒目ですかね。もうはしご酒はしご酒はしご酒ですか。まあ、いつものことなんですけどね、もうとりあえず今日はあの天下茶屋の方に行ってね、あのはしご酒してきますよ。まあ、最初はね、玉出の方行って、その後天下茶屋行って、で西成、もうここで締めですね。今日も私ちょっと、帰らないといけないので締めなんですけども、でもね、西成ステーキだけは食べますよ。沖縄でね、締めにステーキ食べてきたんです、男ですからね。もうやっぱりね、あの大好きな西成でね、締めのステーキを食べないとね、おられないんで、西成ステーキを食べたいと思いますよ。はい、きゅうりのね、ぬか漬けが来ましたよ。ちょっとね、あの古漬け気味になってるとこ、またこれいいんですよ。これね、ちょっといただきますよ。いただきますね。ステーキうまかったです。あ、ステーキなんかぬかのね、疲れ具合がもうバッチグーですわ。めっちゃめっちゃうまい。ロンバ君も美味しいよね。めっちゃうまいです。最高ですか。いや、そんな、ありがとうございます。明るいな、もう相変わらず。はい、ここが全部な、はい、カラオケある店、はい、女の子にこれ歌わしてんねん。あ、そうなんですね。その動画全部それあかんやんな。一応名前だけ、名前だけ。いや、名前だけですよ。すみません、ありがとうございます。すみません。はい、来ました。うおー、来た。これがあの噂のですね、西成ステーキですよ。丸々ステーキだけど、西成ステーキですからね、これ。めっちゃうまそう。これ1200円でね、このボリュームですからね、皆さん。ちょっとやばいでしょ。これはやばいよ。やばいです。はい、来ました。行きますよ。西成ステーキ。これを行きましょう。なんかね、あのがっつり食べたいと思うんですけど、ちょっと私ね、これどんな映り方してるかちょっと分からへんけど、下手なんでね。おっと、よっしゃ、このさ、ここいただきますよ。いただきます。飛んだな。いいです、いただきます。うまっ。ロンバ君、耳かまれてますけどな。うまっ。これガッツリ系よ。ガッツリ系のステーキで、多分ね、200g ぐらいあるんじゃないですか。200g ぐらい。
うん、酒が進みますがね。これはねもうかなりねニンニクがね効いててねもうスパイもうすごいわ。なんていうのスタミナ、スタミナがつくお肉ですよこれ本当に。うん、ね、がっつり食べて、2杯目のハイボールです。2杯目いただきます。お疲れ様です。隣のお客様ありがとうございます。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、僕は皆さん仲間ですわ。うん、最高だぜみたいな感じですけども、うん、今日はね結構いい感じでね飲んで酔っ払ってますけど、まあ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 、4軒目4軒目4軒目やったな、5軒目4軒目もう分からないんできました。そうです。エビフライが来ました。これはねソースをちょっとこうかけてこれでいただきますね。エビフライ、ありがとうございます。うまっ、これめっちゃうまいわ。プリプリのほんまうまい、うん、プリプリのね、プリプリやん、おいしいよ、うん、うまい、おいしいよ、食べてるよ、取ってるよ、うまい、うん、最高やわ。今ですね八福神さんで、食べてきましたよ。やっぱりねあの西成ステーキ最高ですね。よくあれね西成ステーキちょっと 何かにかけたんでしょうけど、よく考えはったと思いますわ。めちゃくちゃ美味しかった。もうねボリュームあって1200円、うん、最高でした。ということです、もしよろしければね山寺の YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。ロンバー君も来てます。ではで、ね、お疲れ様でした。ありがとうございます。いつもね私の YouTube 見てあの視聴者の方々本当にありがとうございます。神々ですけども、ではお疲れ様でした。